煽り運転の罰則を新たに盛り込んだ改正道路交通法が施行され、警視庁では人気アイドル桃色クローバー Z が参加し、交通取締りの出動式が行われました。改正道路交通法では、通行を妨害する目的で急ブレーキをかけたりした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。特に危険な場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。改正道路交通法施行の初日、警視庁では交通安全広報大使の桃色クローバー Z が参加し、違法車両を取り締まる白バイ隊など交通機動隊の出動式が行われました。都内では今年に入って交通事故で64人が死亡していて、去年の同じ時期と比べて10人増加しています。坂口拓也警視庁交通部長は、重大事故につながる悪質な交通違反を徹底的に取り締まるなどとコメントしました。